がバトルスーツか。すげえすげえ。戦車や戦闘機に代わる最新鋭戦闘ロボットよ。今日完成したばかりなんですって。話には聞いてたけど、すっごい迫力ね。迫力迫力。片桐隊長、第1号機完成おめでとうございます。うん、完全に動くものはこれ一機だが、全機揃うのももう間近だ。これでライガーの戦いもぐんと楽になりますわ。かっこいい。おい、ドラゴドラゴ嫌い。無理無理。本物のメタルナイトはこんなヤバじゃねえや。ライガーに比べたらバトルスーツったって子供のお遊びみたいなもんさ。どこが子供のお遊びなんだ。トドロキ博士、私の手塩にかけたバトルスーツを子供のお遊びだと。まったくこれだから一般人には見せたくないんだ。大発明の何たるかがちっとも分かっとらん。なんだこのおっちゃん。バトルスーツを開発したトドロキ幸四郎博士よ。トドロキ、どっかで聞いたような。ケンくん、誰だ。その声はまさか。うわあ。あなた、あん時の稲妻崩しのリその説はお世話になりました。私、轟幸四郎の娘リエです。轟博士の娘。なんだ、お前たちもう知り合っとったのか。いや、知り合いってほどじゃ。ちょっと喧嘩の仲裁を。喧嘩。何のことですの。喧嘩なんてはしたないこと私がするわけありませんわね、お父様。そう、それはそうだな。まさかうちの理恵に限って。あ、そうだ。さあ皆さん、私がプラントの中をご案内いたしますわ。お父様、よろしいでしょう。よかろう。ただし、ケーキ類には触ってはならんぞ。はい。なんだと。もう一度言う。これより今は亡きドルファントムに代わり、このドクターガイストを将軍とする。ドルサタン、新参者のガイストをいきなり我らと同格の地位に据えるというのか。その通り。お前たちのドラゴナイトをメタルナイトに改造したドクターガイスト、その力お前たちも分かっておろう。ザーラ様よりライガー討伐の指揮を任された私が決定したのだ。依存はあるまい。致し方あるまい。リュードルク殿もご承知を。ドルサタ、貴様も偉くなったもんだな。お前の顔など見たくはない。リュードルク。リュードルク殿は私がお嫌いのようで。かまわん。リュードルクがどう思うと私が決めたことだ。ドルガイスト、ライガーを倒しその力を見せつけてやるがよい。承知いたしました。やっほー、すげえ。あのね、なに、あのベチャーっとした態度。ちょっと言ってやったら、マイ。よせよ。なによあれ。マイ、やきもち。あんなブリブリブリっとのスケバンなんかにやきもち焼くわけないでしょ。そうよ、あなた何考えてんの、バカ。何ごちゃごちゃ言ってやがんだよ。え、案内してほしいんだろ。おとなしくついてきな。あ、やだ、私ったら。はしたない。何なのよ一体。どうですかな、ロボット部隊設立へ全面協力してくださった八神財閥御令嬢としては満足しましたかな。はい、大満足です。
これなら十分ライガーの援護ができますわ。これも全て日本が生んだ天才科学者轟博士がいてくれたおかげです。神崎君、何もそこまで言わんでも。さあさあ佐伯さん、バトルスーツについて説明してあげよう。まずはじめにバトルスーツのハッチは特殊な暗証番号で開くようになっておる。特殊な暗証番号？トトロク。というわけだ。10169でトトロク、トドロク、トドロキというわけですね。ここがコックピットね。かっこいい。俺一度でいいから乗ってみたかったんだ。余計なもんに触んじゃねえぞ。まるっきしガキなんだから。コックピットに入ったらこのヘルメットをかぶる。すると自動的に角膜登録がなされバトルスーツの操縦者としての資格が得られるのです。するとこれが車でいうキーの役目をするんですね。さすが天才博士。いやいや、そこまで言わんでも。角膜登録されました。角膜登録されました。お前何したんだ。何も、ただヘルメット動いちゃった。もうお父様に知れたらどうすんのよ。本格的。俺気分盛り上がってきちゃった。変なもん触ったらただじゃ済まねえぞ。本当に動くの？誰だ。バトルスーツはまだ整備中だぞ。動いてる、動いてる。ケン、こいつ俺の操縦で動いてるぞ。やるじゃねえか団子。そんなこと言ってる場合じゃないだろ。角膜登録されました。角膜登録されました。この野郎止まれ。こっちは攻撃用なのね。こりゃすげえや。どうした。バトルスーツが動いている。なんという操縦の仕方だ。パイロットは誰だ。それがわからないんです。あれはリンちゃん。まさかあの子たちが。リエ君応答したまえ。リエ君、ダメだ、無線機のスイッチが入っていない。どんな問題。もうちょいまともな操縦できねえのかよ。喜んでる場合じゃないでしょ。どうすんだよこれから。そんなこと言ったって若葉マークなんだし。変身だ。上部ハッチを上げろ。行ってしまった。博士、操縦桿から手を離せってんだよボケ。やっと止まった。これじゃ命がいくつあっても足りないわよ。足りない。危うく宇宙の果てまで飛ばされるとこだったぜ。ドラゴンの要塞。来やがったな。
できる状態ではない。リエ。ドラゴ嫌い、ドラゴ嫌い。ケン、どうしよう。どうしようもこうしようもね。ダメだ、びくともしない。人間どもがもう嗅ぎつけてきたのか。たかが戦闘機一機で。メタルナイトヘルランチャー出撃せよ。出てきやがった。どうしよう、ケン、どうしよう。ドラゴン辛い。あんなやつこいつでやっつけてやろうぜ。ま、わかった。さっきのボタンはこれだ。このまま固定しろ。わかった。ここだ。ドラゴ嫌い。邪魔すんじゃねえ、見えねえだろ。ボケ、なんで動くんじゃい。だって、だってこうなりゃ行け。うっさいわね、気が散るだろ。そんなことより、この状態なんとかして。なんという操縦の仕方をしてるんだ。博士、何か連絡を取る方法はないんですか。無駄だ、向こうが無線のスイッチを入れない限りは。それじゃ、こんな無駄くちゃ撃つと弾がなくなるぞ。現れたな、ライガー。ヘルランチャーよ、ヤツの首を取れ。来い。リーグン、リーグン。博士、通じました。お父様。バカモン、なんてことをしてくれたんだ。ごめんなさい、説明は後でいたします。あんなところからもミサイルが。これじゃ迂闊に近づけないぜ。ライダー、
今度撃ったらおしまいよ。一気に決めるぜ。ちょっと早すぎるわよ。バカ野郎、どこ見て撃ってんだ。団子、危険だ、離れてろ。嫌だ、ケン、一緒に戦わせてくれよ。そうよ、あたしケン君の役に立ちたいの。そんなこと言ったって弾もないのに。まだ左に少しあるわ。勝手にしろ。ガンダあれがサンダーライガーか。ヘルランチャー、メタルナイトの強さをライガーに思い知らせてやれ。サンダーカッター。この野郎、行くぜ。呼び出す時間さえ作れれば。ライガー、ケン君、ダメ、弾がない。ケン君、キャノン砲を使うんだ。そんなもん、どこにあんのよ。右側だ、右の緑のスイッチを押すんだ。これか。ロボットのために私のメタルナイトが。お前らはいつだってこうだ。自分では何もしないくせに。ありがとう、団子、助かったぜ。え、まったく無茶するんだから。でも、かっこよかったわよ。団子偉い、団子偉いだが、リエ、無断でバトルスーツを動かしたことは褒められたことじゃないな。ごめんなさい。わかればいいんじゃよ、わかれば。でも、困ったことになりましたね。角膜登録されたとなると、ちょっとやそっとで解除できんぞ。まさか五郎君たちを乗せるわけにはいかないし、
やらせてくれよ。俺だって戦いたかったんだ。私もね、お父様。しかしいいんじゃねえの。今日だって立派に戦ったし、それに俺だってライガーでちゃんと戦ってんだぜ。そうそう、最高ね。私からもお願い。もうどうしよう。お願い、二人を乗せてあげて。そうしろよ、最高ね。俺頑張るから。ドラゴ嫌い、頑張れ。ユーバルク、運命の出会い。赤い獅子が吠えるぜ。